Hi, everyone. Welcome back to GoFunAgo. I'm Sarah 先生みなさん、GoFunAgo へようこそ。s a r a s 先生です。みなさんのお盆休みどうでしたかよかったですか私は子供と三人で、えっ、ー、と、海の近くのキャブンを借りて、えっ、ー、と、毎日幸せでした。 毎日朝起きて、えっ、ー、と、子供たちと一緒に朝ごはん作ったり、えっと、パンケーキ作ったり、グリルチーズサンドイッチってみんなご存知ですかえっと、パンに、えっと、ホットプレートに焼いて、で、その間にチーズを乗せて、もう一枚、もう一枚パンを乗せて、で、バターで、えっと、フライパンで焼きます。 あの、とても体に,体に悪いけど、あの、外国でよく子供たちが大好物、グリルチーズサンドイッチを食べて、あとは、えっ、ー、と、毎日海で朝から夕方までずっと泳ぎました。とってもとっても良かったです。で、私が、あの、すごい指カットのジャケット着て、あとは私が、あの、今までずっと、あの、 おばあちゃんちがよく、あの、自転車するときに、あの、このバイザーみたいにあるよね。<laughs> 買っちゃった。<laughs> で、そのアドバイザーで、もう本当に朝から夕方までにずーっとビーチにおっても、あの、全く日焼けしてなかったですよ。もう、 ダサかったけど、あの、良かったです。そういう時は、あの、知らない人ばっかりから気にしてない。もしか、あの、街の中には確かにこのバイザーはしないけど、まあ、海ではすごい良 <laughs> かったですよ。あの、なんか、海の中でも、泳いでも、全く、あの、日、日焼けのことを気にしなくて、もう、すっごい幸せでした。皆さん、持ってますか <laughs> では、今日のレッスンは、えっと、どっかに行きましたか ?Where did you go?Where did you go? みなさん、お盆休み、Where did you go? この前の勉強と一緒のルールですよね。名前がついているときは、I went to h a m a d i went to Canada.I went to Hawaii.I went to USJ. 名前がついてるところで。名前がついてないところは I went to the.I went to the park.I went to the sea.I went to the beach. 全部つながってみましょう。Where did you go?I went to 島根。I went to the beach。どちらでもいいですよ。では皆さん、私が質問してちょっと答えてみてくださいね。名前がついてるときに to とか名前がついてないときは、to the なとか。I went to the park。じゃあ、いいですか ?Where did you go?Perfect! で、次は私を聞いてくださいね。Where did you go? せーの。I went to the beach. どうでしたかどうだったは、How was it?How was it? 答えの練習しましょう。とっても楽しかったということは、It was fun. It was fun! で、良かったということは、It was great. It was great! was で、良かったですっていうことは、It was good. It was good. で、まあまあ、It was okay. It was okay. ね、it was boring. It was boring. So, let's put it all together. Where did you go? I went to Shimane. How was it? It was fun. Watashi anata ni kiite Where did you go? How was it? Good job.Everybody will see you next time.Thank you for watching. 見てくれてありがとうございます。えっと、サブスクライブして、あとは LIKE を押してくださいね。毎日5分だけで皆さんが上手になると私がとても嬉しいです。えっと、もしその勉強が1回聞くだけで言えなかったら何回も何回もこの このことを聞いたらあの耳に深く入りますので1回だけで覚えなかったら全く気にしないでくださいね頑張りましょう See you! Bye!